スタートです。失礼しました、4チームでスタートです。パレート決まったレーンを走ります。200m のスタートにコーナートップがありますので、そこを通過した順番にチームが並んでいきます。1分40、41、42、さあこれは速い。さあ素晴らしいバトンパス、2走から3走、通過した順番に理想者が入っていきます。でもね、力道やり始めたいですね。さあ4走者の準備ができます。締めてきます。俺には8回、南葛飾高校が先頭。さあ3走から4走です。大会記録が3分28秒62、これに迫るような走りをしております。南葛飾高校、でもやっぱ言われた時に何かに返して返しとくとうまく座ってます。公式的に3分10秒、これがそこまであれなんですよね。一回何回か忘れました。顎左手で掴まる、投げられました。俺も何回言った瞬間に何も言わずに、もう一回言ったら、もう一回大会記録は3分28秒62、3分30秒、1、2、3分34秒台フィニッシュ。南葛飾高校はトップ、そして2番目は足立高校 B3 分41。さあ激しい争い、足立高校が早く